陽介、里中、余計なことをしてくれた。おかげで俺が出る羽目になった。お前は誰だ。俺は水無月翔。俺たちは水無月翔。そうか、お前の中では二人の人格がいる。お前は水無月翔は二重人格だったというわけか。そんなマジか。正確に言えば少し違う。俺はあの子の中で目覚め、そしてあの子の望みを叶えるために存在する。あれを利用して。あれだと。あの子の心は人によって歪み、大きな苦しみを背負った。ならば生きとし生けるもの全てを消し去り、彼の静けさを取り戻してやればいい。そんな世界を作って何になる。人間は一人では生きられない。それは君の価値観だろう。あの子は君とは違う。あの子には誰の助けもいらない。仲間のいない世界、そんなに怖いのか。違う、お前は間違っている。人は誰かと共に生きることで初めて成長し、自分を高めていけるんだ。それは君の価値観だと言っている。残念だ、もう君を救ってくれる仲間はいない。未だに誰も駆けつけないところを見ると、君の仲間もどこかで力尽きているのだ。くそ、鳴神、あんな野郎の言うことに耳貸すな。そうだよ、私たちは大丈夫だから。強がりはやめることだ。君たちのような死に損ないが今さら何の役に立つ。いや、初めから足手まといだったんじゃないか。そうだろう、高い素養をお持ちのナルカ。なるか、彼らを捨てたらどう。そうすれば君は自由に戦える。それとも絆とやらがなければ満足に戦うことすらできない。他人に左右される弱さ、それが君たちの。君は傷ついた。俺たちのことはいい、お前だけでも。そうだよ、私たち鳴神くんの足手まといなんかになりたくない。何を言うんだ。どんな気分だ。君は今大切な仲間のせいで殺されようとしている。他人はいつでも自分を振り回すだけの存在だ。そうなるくらい
一人の方がいいと思わない。嘘だ。イザマギン。終わりだ。ペルソナ！ペルソナ！ナルカミ君！先輩、無事ですか？ああ、死に損ないが増えた。やはりシャドウを使った偽物ごときでは不足だった。動かないでください。ナルカミ君たちから離れ。せやないと容赦せえへんから。言われずともここは譲ろう。いや、ナルカミ君だけでも始末しておくべき。やめときなって。キュウソ猫を噛むって言葉知らないの？君だって無駄に消耗してる暇ないでしょ。そんな、どうしてあなたが？うわっ！うわっ！この揺れは！始まったか。これで失礼しよう。あとは仕上げるだけだ。ちょ、待ちよ。君たちは本当に群れるのが好きだな。集まった途端に活力を取り戻すのか。もうペルソナのかけらは十分だ。俺が君たちの相手をする必要はない。なんやこれ。わしが。またこの力か。消耗が激しい。借り物の力を使いすぎた。もはや出し惜しみをしている時でもない。あとは任せてもらおう。始めるぞ、リングインだ。ミツルさん。違う、あれは偽物だ。みなつきは。もういないって。あのさ、余計なお世話だと思うけど、
君ら今回ばかりは相手が悪いんじゃないの？見たでしょう、あの力。君らが相手にしてんのはあのガキだけじゃないんだってば。大体もう遅いんじゃないの？ペルソナのかけら集まったって言ってたでしょ？ってことはあとはあれを呼び出してそれに集まったペルソナのかけらをブサーッと。うわっ、危ないな。何すんのさ。おしゃべりが過ぎるぞケロ。貴様が私の相手になる。冗談じゃないよ。なんでそうなるのさ。それじゃ君たち忠告はしたからね。さあ処刑の時間だ。順にあの世へと送ってやろう。ともあれ、一度状況を整理しましょう。水月はもう一人の水月と共謀し、この町をあの赤い霧で包むとともに、その中で僕たちが偽物と争うように仕組んだ。赤い霧の中ではペルソナ使いが戦闘することによってペルソナが削り取られ、そのかけらはこの塔の上層部に集まるようになっていたんです。それって今回の P1 クライマックス全部が私たちからペルソナのかけらを集めるために作られてたってことだよね。ああ。で、水月はこの塔を使って呼び出した何かに集めたペルソナのかけらを使おうとしてるってことだ。でもそんなんして水月が呼び出そうとしてるんは何者なんやのか。ええ、それに集めたペルソナのかけらをどのようにして呼び出した何かに使おうというのか、その効果も不明なところです。ああ、しかし水月はそれを呼び出すことで世界に生きとし生けるものを全て抹殺すると言っていた。そんなことを絶対に許すわけにはいかない。水月以外誰も存在しない世界を作り出すっつ、もう一人の水月の目的か。冗談じゃねえぜ。だとしたらもうあまり時間がないよ。早く上まで行ってあいつのこと止めなきゃ。あ、ちょっと待って。あの、うち考えたことがあるんやけど。うん、考えたこと？うん、あの、水月って人、鳴神くんに二重人格やないって言うたんよね。あ、間違いない、奴はそう言っていた。あの、そんで思ったんやけど、あの子、体の中に黄昏の羽を埋め込まれてるんちゃうかなって。それ、どういう意味？黄昏の羽って、うちやアイギスの心の発生に関係しとるパーツやろ。水月と会った時、うちの中にある黄昏の羽がアイギスに初めて会った時みたいに共鳴してん。せやからもし二重人格やなくて、さっきの水月が後から生まれた人格なんやとしたら、もしかしてって思って。あ、でもそんなこと、なんで。いえ、考えられますね。思えば前回の戦いの時、
ミツルさんたちはラビリスを操っていた犯人がキリジョーグループの関係者だと睨んでいた。僕も調べたのですが、キリジョーさんの祖父キリジョー光悦氏が代表を務めていた時期にキリジョーグループは非人道的な実験を繰り返し、その結果としてミツルさんたちが今に至るまでシャドウと戦わなければならないような事態を引き起こしている。その過程で水月が人体実験の被験者となっていたとしても何ら疑問はありません。それじゃあ、あの水月って子は人体実験でそのなんとかの羽を体に埋め込まれてるってこと？ええ、僕の推理では。マジかよ。ともあれ先を急ぎましょう。ミツルさんを救い出すことができればもっと詳しい事実を知ることができるかもしれない。着いたで、扉や。屋上の扉だよね、これ。開けますよ。少なくともハチ公の施設ではありませんね。見たことのない風景ですが。ねえ、あそこ、あれはミツルさん。閉鎖戦闘フィールド展開。行かせません。お待ちしていました、姉さん。アイギスやない。あんたも偽物よね。確かに私は偽物です、姉さん。しかし、私たちにそんな区別が必要でしょうか？なんやて？私たちは人に似せて作られた兵器。初めから人間の偽物なのではありませんか？人間の偽物？忘れてしまったのですか？私たちに仲間などいません。姉さんは姉妹機とさえ殺し合ったのでしょう。ラビリス、耳を貸すな！ヨスケ、ヨセ。だってお前、ラビリスは大丈夫だ。どうしたのです、姉さん。人間が憎くはないのですか？うちかて、人間は憎いよ。では、
せやけど、あんたの言うてることは違う。姉さん。うちは、人間を恨むのと同じくらい、人間に、みんなに救われたんや。確かに、うちを作らはった人らは、うちに、うちと同じ体を持ったみんなに、ひどいことをした。でも、それで人間みんなを憎むは間違いや。うちは、鳴子みくりや、みつるさんや、みんなを吸い取る。みんなの生きる世界を、あんたらなんかに壊させたりせえへん。残念です。あなたなら我が主、水月翔の孤独を理解できると思ったのです。水月の孤独。問答無用。死んでもらいます、姉さん。ナオト、頼む。言われなくても。白金くん、ナイスフォローだぜ、ナオト。ナオトくん、助かったよ。それごとは言っておきますが、僕たちがいる限り、ラビリスには指一本触れさせませんよ。あなたや、あなたを作った水月がどんな孤独を抱えているかは知りません。ですが、仲間を傷つける者を、僕たちは許さない。では、もう話すことはありません。リミッター解除、戦闘モード移行。対象を殲滅します。君が来てくれたのか。ミツルさん、ご無事ですか。まあ、しかし、みんな少し近いな。よかった。遅うなってすみません。こんなくたびれはって。ありがとう、ラビリス。ナルカミ君、それと君たちにも礼を言う。それ以前に、私は謝罪すべきだな。君たちの安全を保証するなどと言ってこのざまだ。敵の正体をつかみかけてはいたんだが。へっ、何言ってんすか。こんな時に謝んなくても誰も気にしてないっすよ。水月翔か。皮肉なものだ。まさか彼が自分の父親の所業を真似てしまうとは。そうか、いくつき周知が。かつて霧城グループには、姫
秘密裏にシャドウに関する実験研究を行う専門の機関があった。それがキリジョーエルゴノミクス研究所、通称エルゴ研だ。私の祖父キリジョー光悦はエルゴ研に莫大な予算を割き、そこでは長年にわたり様々な研究が行われ続けてきた。五式であるラビリス、七式であるアイギスのように人間型の素体に対してペルソナを宿す対シャドウ特別制圧兵装の開発計画や、制御剤を用いて人工的にペルソナ使いの発生を促す非人道的な実験の数々だ。稲月翔、彼の名前は当時最年少の被験者としてエルゴ研のアーカイブに記録されていた。幾月修司は彼の研究責任者だ。その後エルゴ研は研究中の爆発事故によって解散、全ては隠蔽されたのだが、幾月はその混乱に乗じていくつかの実験データを私的に持ち出していたらしい。その中に水無月翔そのものも含まれていたということですか？ああ、まだ全てではないな。ここまでに解読されたいくつきの個人ファイルで確認した。あの少年、水無月翔はいくつきお気に入りの実験体だったようだ。実験体って、そんな、あの子だって人間でしょ？どうしてそんなひどいことを。当時のキリジョーとはそういった傲慢に満ち満ちた悪しき場所だったということだ。当時の彼の処遇は想像に難くない。いくつきのことだ。幼かった水無月は誰からも隔離監禁され、何者との交流も許されない孤独な環境で育ったのだろう。おそらくはその時の体験が今の水無月の人格形成に多大な影響を及ぼしているはずだ。なあ、ミツルさん、水無月が受けた実験ってやっぱり黄昏の羽に関係することなんやろか？そうだ、水無月翔は実験によってその体内に黄昏の羽を埋め込まれている。じゃあやっぱそれがあのもう一人の水無月。いいっすかね。あいつが呼び出そうとしてる何者かってなんか情報とかないっすか？いや、それについて情報はない。しかし以前我々がタルタロスで遭遇した存在に似通ったものなら決してありがたいものではないだろうな。水無月は世界を滅ぼそうと考えているんです。それぐらいは予想がつきますね。無事だったんだな。ミツル先輩、無事ですか？心配したんだから。ユカリか、来てくれたんだな。すまな、いや、ありがとう。君には本当に助けられてばかりだ。私も無事です。菊野さんも今は安全な場所に退避しています。山岸、よかった。君にも随分と迷惑をかけてしまったな。
無事だよ。今つなぐからちょっと待ってて。お会いしたことない方もいますけど全員無事のようだな。まったく悪運の強い奴らだ。やれやれ、騒がしいな。だが、まだ気を抜くなよ。戦いが終わったわけではないのだからな。霧城さん、水無月のことについてなんですが。自分が救ってみせるとでも言うのだろう。顔に書いてあるぞ。君ならそう考えても不思議ではない。水無月の過去には同情すべき点も多い。霧城の暗部による被害者でもある。だがだからといってこうして世界を危険にさらし、誰かを傷つけてもいいという理由にはならない。倒すべき敵であることには変わりはない。それでもなお君は彼を救うと、そういうのだ。はい。何にせよそれは水無月と決着をつけるということに他ならない。気を引き締めていこう。ええ、負けられませんね。また地震。やべえな、だんだんでかくなってきてねえか。うわっ、これはみんな注意するから。ものすごいシャドウの匂いがするくまよ。何うそ、こんな。クジカ君、どうした。シャドウが、無数のシャドウがこの塔を目指して集まってます。
って作動反応20、30、まだ触れます。こんなのって無理だよ。こんなの止められない。シャドウたちはここを通ってこの塔の頂上へ向かおうとしてるみたい。どうしたリサ。何よこれ。先に上に集まったシャドウがどんどん合体してる。シャドウを迎撃する。山岸、ゆかり、藤川君は仮装だ。なるべく遊撃にとどめて、決して無理はするな。秋彦、お前たちは中層で各員連携を取り、できるだけ多くのシャドウを食い止めろ。ただし抜けた敵を追撃する必要はない。我々はここでシャドウを迎撃、そのままこの場にとどまり、鳴神君を塔の最上階へ送り出す。これを我々の中で最もダメージが少ないのは君だ。戦力的に見てもここから送り出すのは君を置いて他にいない。言ってください先輩、ここは僕らで必ず守り抜きます。よし、気合入ってきた。行ってらっしゃい鳴神くん。行ってこい相棒、俺らの分までバッチリ決めてこいよ。鳴神くん頼むで。絶対、水無月の思い通りになんかさせたらあかん。決着、つけてきてよ。わかっているな。無理はするな。そして…ええ、必ず帰ります。ダメなら助けを求めますよ。俺は何でも一人でできるなんて思ってませんから。たとえ間違っても、何度失敗しても、仲間がいればまた頑張れる。俺は絶対に諦めませんから。あの時の彼もそんな風に思っていたのかしら。鳴神くんが進む結露を開く。総員、準備はいいか。おう。はい、もちろんよ。任せてください。私たちが合図します。全員で一斉に攻撃を。いくよ。
いっけー、ナルカミ、私たちの分まで